一夫多妻や同性婚が合法になりました。どうもこんにちは、マイクロプレーナーの関達也です。あなたは正しいこと、正しくないことをどのように判断していますか？おそらく多くの人が思い込みによる判断をしていると思いますが、いかがでしょうか？そこで今回はですね、日本では認められていない、そしておそらく多くの人が認めないであろう一夫多妻や同性婚についてお話ししたいと思います。先日ですね、ケニアで一夫多妻制を合法化する法案が可決されました。キリスト教徒や女性議員が激しく反対している中、賛成派の意見によると、すでに多くの富裕層の間では一夫多妻制が普及しているそうですね。推定ですが、そのケニアではなんと180万人の女性と70万人の男性が一夫多妻の関係にあるそうです。僕たち日本人の多くは一夫一婦制が当たり前と思っていますよね。ところがです、ご存知でしょうか？一夫一婦制が民法によって確立されたのは明治31年のことです。ですから一夫一婦制の歴史はわずか120年ぐらいなんですよね。日本に一夫一婦の考えがもたらされたのはキリスト教が伝来した江戸時代からだと言われています。それまでは普通に一夫多妻が認められていたというわけです。一夫多妻はそれぞれの合意がないと実現は難しいです。ただ結婚に対する価値観も変わる時代になってきてますね。実際に僕の友人の中には一夫多妻を実現したり、これから実現しようとする人がいます。あと結婚に関することといえば、イングランドとウェールズで同性婚を認める法律も施行されましたね。同性婚は2001年にオランダで世界で初めて合法化されました。そしてこれまでに計15カ国と米国とメキシコの一部で合法化されています。いかがでしょうか？僕はこうした一連の情報を知ることにより、何が正しい、何が間違いというものは世の中にないんだなと改めて感じた次第です。あなたは一夫多妻や同性婚に対してどのような意見をお持ちでしょうか？よろしければコメント欄に書いていただけると嬉しいです。チャンネル登録をお願いします。登録していただけるとすごく励みになります。 PC の方は上のボタンから、スマートフォンの方は動画の下にチャンネル登録ボタンがありますので、そちらからチャンネル登録をお願いします。